白爵戦争は、デンマークで発生した内乱。白爵戦争の名称は大した、クリスチャン2世の福井を目指した、オルデンブルク白爵クリストファに由来する。白爵戦争の結果、クリスチャン3世が勝利し、デンマーク王室は王権を拡大、宗教改革を進展させていくとともにノルウェーは、デンマークの続州となった。また、外交面では、ンザ同盟の衰退が、 決定的となる一方、デンマークとスウェーデンが、北海、バルト海の派遣をめぐり、対決していく端緒となった。白尺戦争前夜の北欧の状況を、外交面、内政面、宗教面、経済面から以下に記述していく。ストックホルムの地翼外交面では、1397年、マルグレーテ一世の手によりカルマル同盟が、結成されると、デンマーク、スウェーデン、 ノルウェーの地域は、デンマーク王が滑ることとなった。しかし、英陸7世の治世か中央集権化を図るデンマークと自立を目指す、スウェーデンの対立が激しくなった。クリストファ3世が後継者を残すことなく死去すると、デンマークの貴族たちから構成される。デンマーク王国3次会は、クリスチャに一世を選出する一方、スウェーデンの貴族たちから構成される。 スウェーデン王国参事会は、オクセンシェルナ家を擁立、双方の対立は激化することとなった。クリスチャン一世、そしてその後継のハンスは、王権強化とカルマル同盟維持のため、スウェーデンへの出兵を繰り返したがかんばしい成果を上げられなかった。ハンスの後を襲った、クリスチャン二世は1520年11月、ストックホルム攻略に成功した者の反対派を、 粛清した結果、1523年には、グスタフ・バーサの指揮の下スウェーデンは、独立、カルマル同盟は崩壊することとなった。内政面では、デンマークの貴族の選挙により、オレンボー・アサが成立したことから、デンマークの歴代国王は、王権拡大が課題となっていった。クリスチャン2世は、封建貴族の権力縮小を図るべく、農民や勃興する。 市民階級と提携しようと図ったものの、スウェーデン独立という外交の失策もあり、1523年にクリスチャン2世は国を追われ、1532年には遊兵されることとなった。そして、クリスチャン2世の敗因に成功した貴族、司教たちは、彼のおじにあたるフレゼリク1世を選出し、フレゼリク1世に対し王権の制限を承認させた。 宗教面では、マルティン・ルターが1517年に95箇条の論題を提出し宗教改革を実施したことから、プロテスタントの教えが北欧諸国にも及ぶようになった。カトリックの司教たちは、プロテスタントの布教禁止をフレゼリク一世に要求し、フレゼリク一世は表面上要求を呑んだが、息子のゴトープコークリスチャンはプロテスタントであり、 ハンス・タウセンを庇護するなど、プロテスタントを容認していた。そして、1526年から1527年にかけて、フレゼリク一世は、デンマーク国教会の実質上の成立とも言える、条件を司教たちに認めさせており、デンマーク国内では緩やかながらも、宗教改革が進んでいった。経済面では、ネーデルラントが台頭する一方を、 ハンザ同盟の体制は明らかになっており、ハンザ同盟の名手であるリューベックは、立て直しが課題となっていった。このような状況下で1533年に、フレゼリク一世が死去すると、それぞれの思惑が絡み、白尺戦争につながっていく。オールボーベンドシシルリューホーセンススベンストロプ、ビボーコペンハーゲンリングステッド、マルメーヘルシンボリオーデンセハルムスタッドオックスネビュルグ、V。 ゴーイング関連地図1。地図は、現在のデンマーク。デンマークは、ユラン半島南部から、対岸のスカンディナビア半島南部のスコーネ、ハルランド、ノルウェー、フェロー諸島やアイスランドまで領有していた。ゴットープ城リューベック関連地図2。地図は、現在のシュレースビヒホルシュタイン州。スレースビ広告の南部及び、ホルシュタイン広告があった地域。 1533年4月、フレゼリク一世の死去に伴い、6月に諸公会議が開催された。そこで、宮廷長官、モーエンスゴイエは、フレゼリク一世の息子であるゴトープコークリスチャンの即位を主張したが、クリスチャン三世がプロテスタントである以上、カトリックの聖職者たちには容認できるものではなく、モーエンスゴイエへの指示も丸名主張のヨアンコックなど、 少数にとどまり、国王決定は延期となった。この頃、犯罪同盟の再建を試みたリューベックは、王国参事会に接近し、デンマークに対し犯罪同盟の特権を認めさせようと、したが、王国参事会は、国王不在を理由に、リューベックの申し出を拒否、ネーデルラント、スレースビ公国、ホルシュタイン公国との同盟を決めた。 その頃、クリスチャン3世の即位を支持していた、マルメ市長ーアンコックは、貴族独裁政治に反発、リューベック、コペンハーゲンと測り遊兵されているクリスチャン2世の、福意を測り、クリストファ博に挙兵を促した。1534年1月、マルメでは大司教の命によりルターハ説教師が、追放されたことに対し騒乱が発生した。そして4月、 クリストファ博は、リューベックの傭兵の支援を受け、ホルシュタインを攻撃、コペンハーゲンや、マルメイといった、都市、シェラン島やスコーネは、クリストファ博の指示に回り、白爵戦争が勃発した。クリストファ博は、ユラン半島の勢力確保のために、クリスチャ二世の部下であった船乗り、クレメントを利用した。船乗りクレメントは、クリストファ博の求めに応じ、ベンデスルや、 ユラン半島北部の農民たちに対し、貴族たちに放棄するよう先導した。反乱の中心は、オールボーであった。ユラン半島北部や、西部の荘園が、農民の放棄で焼き打ちにあった。1534年8月10日、クリストファー博は、クリスチャ二世がスコーネを支配することを受け入れた。また、遡ること1月前、クリストファー博は、 クリスチャン2世の代理として、シェラン島のリングステッドにおいて、シェラン島議会により看護して迎えられた。竜にあるストリート、サンエス教会で、クリスチャン3世の選出が行われた。一方、宮廷長官、モーエンスゴイエは、ユラン半島で、貴族たちの説得に動いた。7月4日に、竜で王国参事会が開催され、クリスチャン3世の即位を承認。 8月18日に、クリスチャン三世は、ーセンスで国王に即位した。ニールス・ブロックとホルガー・ローゼンクランツ率いる、貴族軍は1534年10月16日、スベンストロプの戦いで敗北を喫した。クリスチャン三世は、反乱軍に抵抗するために、ホルシュタイン公国領限定で、リューベックと一時の講和を結んだ。その後、 ホルシュタインにおけるリューベックからの圧力を回避できることになったことから、クリスチャン三世の側近であるヨハン・ランツァウ率いる王国軍はオールボーまで、はるばる、農民軍を追い込んだ。船乗りクレメントは農民をオールボーの城塞に避難させた。12月18日、ランツァウの軍隊はオールボーを吸収、少なくとも2000人の農民がこの戦いと戦いの 後の略奪で命を落とした。船乗りクレメントは負傷しながらも過労じて脱出したものの数日後にはオールボーの東方のストーバードの農民に発見されランツァウに引き渡された。船乗りクレメントはその後微棒の裁判所で死刑を宣告され1536年に死刑が執行された。船乗りクレメントの引き裂かれた頭部には鉛の王冠がかけられ 切断された獅子は貼り付け棒につけられた。カトリック信者やスウェーデンデンマーク国境の農民には幸運は訪れなかった。クリスチャン3世の隕石にあたるスウェーデンをグスタフ・バーサはクリスチャン3世を支援すべく挙兵、スコーネ・ナンタンの部位に進撃するにあたり、ゴンジを略奪し、放火、殺戮していった。その後、スウェーデン軍はハランド地方に侵攻し、 破壊の限りを尽くした。スコーネの貴族の多くは、スウェーデン側についたものの、ヘルシンボリ城内の定時クローバは、クリストファーを支持した。1535年1月、スウェーデン軍と参加の貴族は、ヘルシンボリに進出した。ヨーアンコック率いるリューベックとマルメイの軍隊は、城外の残豪に入った。その後、クローバは、突然、ガエリ城の大砲を、 守備兵に砲撃し、城をスウェーデン軍に明け渡し、ヘルシンボリは怪人に返した。クリストファハクはエーレスンド海峡を喪失し、コペンハーゲンに撤退、戦場はシェラン島、フュン島へ移った。ヨハン・ランツァウ・オールボーの戦いの勝利の後、ランツァウ率いる部隊は、フュン島を攻撃、1535年6月11日、オックスネビュルグの戦いで、 クリストファ博の軍隊を徹底的に打ち負かした。その後、リューベックが1536年1月に、マルメイが4月に降伏、コペンハーゲンは7月29日に降伏し、白爵戦争は終わりを告げた。白爵戦争の結果、北欧情勢は以下のように変化していった。外交面、経済面では、ハンザ同盟の衰退は決定的なものとなり、デンマーク、 スウェーデンが、バルト海、北海の派遣をめぐり衝突する対署となった。両国は16世紀半ば以降、宿敵と呼ぶ形で退治していくが、クリスチャン3世、グスタフ1世の統治時代は、双方とも国内の基盤強化に追われていたこともあり、両国間で50年の休戦条約が結ばれ、北方7年戦争が起きるまで北欧には一時の平和が訪れた。 1550年に発行されたデンマーク、五番聖書、クリスチャン三世近帝約聖書内政面では、クリスチャン三世の指揮の下デンマーク及びその支配地域の宗教改革並びに、王権拡大が進められた。クリスチャン三世は、8月6日に、コペンハーゲンに入場した。そして、8月11日に、カトリック主教の全員逮捕を決定し、 8月12日以降実行していった。その後、10月に聖職者を廃した形で、貴族、市民、農民による諸公会議を開催した。そこでは、教会領の没収と王領への貴族貴族特権の維持、即位検証が承認された。教会領没収と王領への貴族により、王領は国土の約半分を示せん前の2倍にまで拡大し、 白尺戦争で疲弊した国土復興の財源となった。翌1537年には教会法の制定、1550年にはデンマーク語による聖書であるクリスチャン三世金帝約聖書の発行と宗教改革が推し進められた。即位憲章により、ノルウェーはデンマークの一族州に転落し、 デンマーク・ノルウェーの連合王国となり、上からの宗教改革が始まった。フェロー諸島、アイスランドも同様に上からの宗教改革が行われた。ありがとうございます。